すっげえな、これ。めっちゃこのイラストのカードがあるってことだよね、こんな感じの。ドラゴンボールのさ、新しいカードゲーム、フュージョンワールドってやつ。俺ね、これね、スタートデッキさ、この極夜のやつと、ブローリーのやつ買って、あと24パックだったかな。ワンボックス何パック入ってるかわかんないけどさ、ブースターパックの、買ったんだよね、ワンボックス。これだけ届いたんだよ、先に。まあとりあえずさ、これ先に届いちゃったからもう開けるしかねえじゃん、もう開けるしかねえめっちゃ楽しいじゃん、あの絵柄がさ、すごいかっこよさそう。前のさ、あの IC チップだっけ、なんかあったじゃん、一時期流行って速攻終わっちゃったけど、あれみたいな感じでさ、すぐ終わんないといいけどね、このフュージョンワールドも。あれすぐ終わったよね。おお、これが悟空のね、スタートデッキ、スターターデッキっていうのかな、このスタートデッキ孫悟空。これブロリーもあんのよ、ブロリーもスタートデッキ、ブローリーも買ったんだけど、うわ、カード、これがカードか。フュージョンワールド。すげえ。パッケージはこんな感じで。めっちゃかっけえ、孫くん、カカロって、スーパーサイヤ人だから。このカード欲しいね。このカード入ってるのかな。セット内容が、この構築済みデッキと、カード51枚、かける1セット。あと、エナジーマーカーとか、プレイシート。プレイシートも入ってるんだね。ルールマニュアルと、ボーナスパック。ワンパック、あ、ワンパック入ってんのかな、ワンパック開けれるのかな、これ。デジタル版の連動コードっていうのがあるね。で、全部で16種類あるみたいで、リーダーカード、スーパーレア、コモンカード。リーダーカードとか、あれだね、あの、ワンピースのカードゲームに似とるな。ラインナップのうち7種のカードには、ホロ仕様バージョンが存在していると。ボーナスパックにいずれか1枚を封入しているよってことが。おめっちゃ楽しいだね。で、なんかデジタル版もあるみたいで、これも面白そうだよね。な、連動するコードも入ってるみたいで。おー。それでは、ちょっと、開けてみようか。スーパーカードゲームを始めよう！いきます！記念すべき、わ、あ、これ、ちょっと待って。テープ止まって。悟空のさ、スタートデッキにはさ、ブロリーとか入ってないよね。ブロリーのスタートデッキにはブロリー入ってそうだけど、悟空のスタートデッキには、おー！これすげえ！おー！入ってた！うわ、めっちゃかっこいい！めっちゃかっこいい！マジでか！かかろって、かかろって、かかろって！うわぁ！一番上にあったわ。で、これがボーナスパッキーか。あ、このブースターパックじゃない。これの専用のボーナスパックだ。だから1枚確定で入れてくれてるんだね。ホロのやつだっけ？全7種。おぉ、なんか楽しい。これ何あるんだ？ブロリーあるかな？ブロリーあるな、ブロリー出してんだけど。ブロリーで、これがカードですよ。うわ、一番上にあったわ。この悟空。これパッケージは絶対欲しいと思ってたんだよね。しかも、加工かっこいい。加工めっちゃかっこいいね。あ、早くブースターパック開けたいな。いつ届くんだろう。これ16日発売じゃん。2月の16日。16日に届けてほしかったな、マジで。めちゃめちゃ楽しいなんだけど。16日に発送。え、いつ、今日届かねえのかな、これ。なんでこれだけ届いたんだ。これはプレイマットか。プレイシート。リーダーカードを置くエリアっていうね。まず、チャージフェーズで自分の場のすべてのカードをアクティブにする。デッキカードからカードを1枚引く。で、高校は1ターン目から。手札を1枚選び、エナジーエリアに置くことができる。で、メインフェーズで以下を好きな順番で行うことができると。手札からバトルカードを使用し、登場させると。手札からエクストラカードを使用し、スキル発動。カードの起動メイン。もう、覚醒のスキルを発動。相手のカードにアタック。高校は1ターン目から。で、エンドフェーズということか。わー、これ面白そうだね。カードでも悟空たちでバトルできるっていう。うわ、ブロリーデッキ作りてえな、早くブロリーデッキ。じゃ、ちょっとカードのさ、デザイン見てみる。やっぱカードデザインって重要じゃん。前のさ、あれ、なんつったっけ、IC のやつ。それになんかちょっと似てないデザインっていうか、絵柄も。あれの復活みたいな感じかな。ちょっと開けてみてみるか。うわ、そこ、これ専用スリーブとか売ってるかな。おお、これが、いや、やべえやべえ。これどうなってんの、このカード。すげえ！カカロットのカード、スーパーサイヤ人の絵。めちゃくちゃバチクソかっこいいぞ、これ！これのブル、スタートデッキではさ、こういう感じのブロリー入ってるわけでしょ？あのパッケージの悟空が入ってたってことは、パッケージのブローリーが入って、うほほー！めっちゃ楽しいだね！裏面、あ、ブルーの悟空、あ、裏面こうなってる。あー、なるんだわ、これきっと将棋みたいに。最初はこっちでやって、なったらこうなるってことかな。おお、すげえ、スーパーサイヤ人。あ、これ面白いね。裏と表があるんだ。普通、裏はないのにね。裏もあるんだわ、これ。すげえ。面白い。ブルーの前だから。え、あ、これ結構ある。あ、こっち。特別なカードなんだわ、あれ。普
通はドラゴンボールがあるんだけど、あれは特別なカードだから全部が全部じゃないんだね。でもこのデザインもさっきのスーパーサイヤ人の悟空と同じぐらいすごいなんかクオリティじゃない？かっこいいな。え、めっちゃかっこいいじゃん。お、アルティミティ行こうかな。アルティミティ？アルティミティだよね。孫悟は青年期。すげえ。ご飯もたくさんついてるね。で、ウイスさんもいて。ウイスさん、ウイスさん、ウイスさん。あ、じっちゃんもいるね。じっちゃん、じっちゃん、じっちゃん。で、クリタソ、クリタソ。で、海王神様もいんじゃん。海王神様。めっちゃあるし。で、17号もいまして。おもちゃ18号もいてね。これは楽しみだね。カードゲームすんの。あと、カード集めるのめちゃじゃ、ブースターパックでどんだけ、何がレアなのかまだわかんないんだけど。何があるのか。いや、でも、ブロリーはあるだろうな、きっとな。まあ、カードはこんな感じで、ね。カードはこんな感じでありまして、これを、プレイで、これは、あ、これがエナジーマーカーってやつか。これで、バトルを楽しむということですな。いやー、すごかったね。これ、スーパーサイズ超かっこよかったわ、これ。このカードは10枚ぐらい欲しいんだけど。これリーダーカードってやつかな。これがリーダーカードだ。1枚って書いてあったもんね。リーダーカードってやつは、こう、表、裏、あんじゃねえかな。リーダーカード。これも多分デッキに何枚かしか入れな、あ、そんな、ちょっとそういうのもまだわかんないけど、まぁ、ちょっと、ルールはね、おいおいちょっと、勉強していこうかな。とりあえず今日カードのデザインを見て、あとボーナスパックあるから、開けよう。このボーナスパックに、さっき書いてあった通り、この、7枚のカードにはホロシオバージョンが存在しておりますと、ボーナスパックのいずれかに1枚が入ってるっていう。何入ってんだろうね。そもそも、ラインナップのうちの7種のカードって、その7種のカードを気になる。開けようか。それでは、行きましょう。切らないようにね。おー、スタートデッキ、孫悟空のボーナスパック。行きます！それでは。あー、怖いね、怖いね。何が、超系列パワー、超系列握力、握力超系列。それでは、この娘だろ、カードに感謝を込めて。3、2、1、いただきをテラリって。どうだった？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 ちょりっと、海王神様だすげえホロだ、マジで。ホロっていうかメタリックっていうのかな、な、え、でもホロか。おー、全然ちげえホロだ海王神様か。いや、ちょっとね、ぶっちゃけ微妙なとこ来たよな。微妙なとこ来たよな、正直。ほら、全然違うね。全然違うけど、微妙なとこ来たな、海王神様か。まあまあ、いいや。海王神様をゲットコーヒーということでね。まあ、面白いね。とりあえず悟空のスタートデッキはこんな感じということで、めっちゃかっこいい。このカード早く使いたいわ。ということは、これスリーブするには透明なスリーブじゃダメだね。透明なスリーブね。この悟空使いたいな、早く。スーパーサイヤ人にジョーってやりたいよね。めっちゃ楽しみだ。あとはブースターパックとね。ブロリーのスタートデッキがまだ来てないから、なんで同時に来ないんだろう。俺同じとこで買ったよね。なんでこれ先に来たかちょっとわかんないんだけど、とりあえずね、届いたので先に見てみましたということで、新しいね、このスーパーカードゲーム、フュージョンワールドみんなでやっていこうぜ。めっちゃ楽しいだね。どんなカードが出てくるのか、いろんなカード出てくると思うからさ、とりあえず俺ブロリーのカードは全種コンプマストだよな。ブロリーのカードは全種コンププラスに、最終形態クーラーとかさ、まあ、自分の好きなカード、どんどん手に入れていきたいね。ザンギャとかセリパとかさ、他にもたくさんいるから、ボージャックとかもな、あのガタイをゲットして。いやー、楽しいだな。自分の好きなキャラをさ、こんなかっこいいイラストのカードでゲットできるって最高の喜びだよね。いや、本当にかっこよかったよ、これ。マジでやばい。伝わらないかもしんないんだけど、モニターこっちじゃ。仕様がすごいんだわ。なんかデコボコしてんの。わかるかな、このデコボコレベル。すごいよね、これ。うわ、かっこいい。これのブロリー廃校してもブロリーは確定してるからね。スタートデッキ買ってるから、ブロリーの。届き次第開封して、またみんなで見ようぜ。すごい楽しいだね。ブロリー。ブロリーはこうなってるわけでしょ？こっちもブロリー、こっちもブロリー、あっちもブロリー、こっち、いやー、すげー楽しい！